ようこそ名もなき賢魔な石よ。兵の全てを振り絞り彼を磨いてくれたまえ。帝かとも思ったが、やはりてめえが一番の外道だ。待つか。さあ風魔、いつも通りの虐殺を始めようか。境地を見てうごめく、それが一切なくなるまでね。てめえはこの乱世で何をなす、何を求める。さてこの風魔だが、なかなかのものとは思わないか。ここまで磨き上げるには、それなりに苦心したのだよ。まあ、求めるものとしては、勝敗は二の次だ。少々不信が芽生えるのは否めないがね。一流のものを求めには、一流のものが入ようだ。驚き音色を奏でるためにそれなりの将がいるようにね。楽であることもまた時には悪くない。人はどうあがこうとも従前に無知はしないのだから。錯綜して交わらぬ者、それが忠だ。次はぜひケレンにもなき佐々木の場にて会いたいものだ。さて私はこれにて失礼するとしようか。あとは任せたよ風魔、早々に肩をつけてしまいたまえ。文字の空に刻まれしこの記憶。よう、こんなところで考え事。よう、こんなところで考え事。